こういう香りがしたら、こういう色調だったら、こういうタンニンだったら、なぎのようなね、一日を過ごして。どうもこんにちは。日本ワイン研究所の西岡由紀です。今日はですね、二次試験対策の勉強法についてお話ししたいのと、あとは僕が思う、まあもう寸前なんで、これ投稿されてる頃には二次試験の2日前とかだと思うんですけども、まあもし来年以降受ける方も、もしそれをね、過去に遡ってこの動画ともし出会った方がいらっしゃったらですね、実際にこのお話を参考にしていただきたいなと思います。まあ、まずですね、二次試験、テイスティングの勉強ってなかなか自分で難しいと思うんですよ。その本読んだりとかですね、この品種はこうだなとか、こういう香りが出てきたら、感じられたらこういう品種なんだなっていう、まあ、要は知識が絶対必要だと思うんですよね。で、ある程度知識が身についたらですね、今度はじゃあ実践的にどういう風な香りを選んで、どういう風なワインを選んでいけばいいのかっていうところも出てくると思うんですね。まあ、一番わかりやすいのは、まあ、人が、ブラインドでですね、隠した状態でもうこのグラスに液体を入れた状態だけで渡されてですね、これが何なのか、どういうワインなのか分析、まあ酸味が強いのか、アルコール度数が強いのか、熟成してるのかしてないのかとか、そういうところを分析していくっていう練習が多分必要になってくると思うんですけど、そういう実践を練習していく中でですね、一つの練習方法として家でできる方法っていうのが、まあ、あるので、それをね今日は紹介したいと思うんですけども、今ですねここに13本のワインが並んでます。これ実際ですね、みんなで勉強会しようかって言って、一緒のタイミングでソムリエ試験を受けようと思ってた方々と一緒にですね、まあテイスティング勉強した時の余りなんですよ。18本ぐらいあったんですけど、まあ物によってはもう飲み切っちゃったりとかしてるものもあるので、今13本残ってます。白5赤8かな、バランスはアンバランスなんですけど、まあ余ってるワインがあると、でこれを使って僕はなんか勉強したいなと、まあそういうことですよね。じゃあどうやって勉強したいのか、まあ一つ一つ、ソーヴィニヨンブランこうだなとか、ああだな、でもいいですけど、まあ、せっかくだし、で、しかも動画だし、で、これ実際に、例えばですね、小瓶とかで7、8種類、ね、スーパーとかでいろんな種類揃えられるので、それを買ってきてですね、もう全部開けちゃって、こうね、グラスにですね、一つ一つ入れていく。セルフでブラインドテイスティングの状況を作るということがですね、一つの勉強としてこうおすすめなので、その方法をね紹介したいなと思うんですけども、でも自分でやったら分かっちゃうじゃないですか。で、印つけるわけにもいかないし、どうしようってことなんですけど、例えばですね、こういうシールにですね、こうナンバリングをしてですね、これ今こっちから1から10番に番号を振っておこうかなと思ったんですけど、このシールどうするかというとですね、グラスの下に貼るんです。この裏にこうです。そうすると飲んでる時分かんないんです。これだってもシールとペンの濃さによっては見えちゃうかもしれないです。そこら辺はちょっと気をつけながら、これは見えないですね。こうやってテイスティングして、これどうかなって言って、これがこれだっていう風にできるような練習をすると、まあ一つの練習になるんじゃないかなと思うので、それをねおすすめしたいなと思います。で、これはその様子は明日、僕が実際にやった様子は明日公開するんで、まあちょっとなんかね勉強に疲れてこいつどんだけできるのかなっていうのがね、分かりたい方はぜひ見てみてください。ボロボロかもしれないんですけど。はい。というわけでですね、まあ、こういう練習方法もありますし、まあ、あとはですね、よく YouTube にも上がってます、エアーティースティング。まあ、例えば、講習だったらこういう言葉を選びますよっていう、なんとなくのこう、道筋、そういうのをしっかり知っていくとですね、まあ、大体傾向が見えてくるんですよ。で、これはね、頭でやるよりも、実際に自分でチェック入れていった方がいいと思います。模範解答というか、こういう回答用紙あるじゃないですか。これをいっぱいコピーして直接バーって書いていくことをやっていくんですね。大体例えば、白の軽めのものは、大体この言葉選ばれるなとか、しっかり系の白はこの言葉が大体選ばれるなとか、要は品種だけじゃなくて、そうですね、白もだから軽いもの、中くらいのもの、しっかりなもので、大体言葉が似てくるんですよ。3パターンぐらいしか大体ないんですよ。もちろん、例外はありますよ。アロマティックな、その、香りとかだけで品種が分かるような品種じゃなければ、基本的には、打つところが、あとはもうボリューム感、アルコール度数とか、酸味とか、その辺の差だけで、基本的には似たようなものが選ばれるんですね。そういう傾向を、まず、掴むと。で、赤も同じです。だからよく一般的に言われるのは、色調の淡いもの。淡いものの場合、大体もう、ピノか、ガメイか、ベリエ、あとは、デッピオロ。で、甘い香りがしたら真ん中の、ガメイとベリーですね。で、甘い香りがしなければ、ピノノワールかネピオロ。タンニンがすごいしっかりしてたら、ネピオロ。とかっていうような、なんとなくの傾向もあるんですよ。もちろん、
あのね、この傾向が通用しなかったパターンとして僕サンジョベーゼとかあったんですけど、まあもちろん例外はあります、例外はありますけど、基本的にはそれを疑えるっていう、まあ、決めつけではなく疑えるっていうことを、こういう香りがしたら、こういう色調だったら、こういうタンニーだったらこれなんじゃないかって疑えるものをいくつかこう自分の中での選択肢を持っておくっていうのは、まあ、一つのね戦略、まあいろんな形、あの合う合わないがあると思うんですけど、いろんなノウハウでね、自分の中で実際にやってみて合う合わないやった方がいいと思いますね。要は頭の中だけで、あそうなんだ、タンニンがあったらネピオロなんだって思ってね、それだけで試験に行ってしまうと、そのタンニンだけを探してしまうような作業になってしまったりとかしてしまうので、頭でっかちでやるよりはですね、頭でっかちを一回ですね実際に落とし込んで、あーなるほどこれがネピオロかっていうのをちゃんと踏まえた上でちゃんと試験に臨んだ方がいいなと思います。で、特にこの試験前のこの時期ってみんなやっぱどうしてもちょっと大丈夫かなとかネガティブになったりどうしてもしてしまうと思うんですけれども、まあもうなんていうんですかね、こういうこと言うとお前は自信があるから言えるんだろうって言われちゃうんですけど、僕全然自信ないんですよね。自信ないんですけど、まあやれることはやったしなっていう気持ちでも、やもう望むしかないかなと思うんですよね。なのでネガティブになるような情報とか、そういうものにはなるべく触れないようにして、まあ、人間って弱いので、僕も今年すごい難しいらしいよとか急に言われたりとかしたらドキッ怖いってなっちゃうんですけど、事前に出てる情報なんてないので、もうそういうのにはもう耳を貸さずにですね、もうなるべく平常心で、特に前日とかももう何事もないようなこう試験に臨むことがいいんじゃないかなと思いますし、僕もそうしようと思ってます。この動画が上がった2日後が試験なんで、うん、ちょっと緊張してきてますけど頑張りたいと思いますので、もし同時期にね試験受ける方は一緒に頑張りましょうということと、受けないぞって方もね応援してくださったら嬉しいですし、来年以降ね受けるっていう人もですね、なんかこう、ああそういう風にやってるんだなっていう風に見てもらえれば嬉しいだと思います。もし会ったことない人でもこの動画を見てて、もし試験会場でお会いしてあーって思ったら、声かけていただけたら、そういう経験あんまないのでボキッとはしちゃうと思うんですけど嬉しいです。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、実践に移りたいと思いますんで、明日の動画もお楽しみに。それでは、さっと見た感じね、この2つが色が淡いですね。あーでもこっちはしゃぶりっぽいな。赤はね、僕の中でやっぱり一番気をつけていることは